この橋は富山県にある立山大橋です。この橋からスマホを自由落下させてみます。落下するスマホの内部は無重力になるのですが、それを確かめてみます。これは iPhone X で、縦に2本明るい線が入ってしまって、もう今は使ってないんですけども、物理センサーは健在ですので、これで測定します。スマホにこのように紐を取り付けて、その紐にタコ糸を結びつけます。タコ糸は40メートルを2本用意したので、おそらく足ると思います。この輪ゴムは落下の衝撃を和らげるためのもので、ここに買ってきたタコ糸をつなげます。この辺りで実験してみます。タコ糸は欄干に、くくりつけられていて、その端がスマホにくくりつけられています。あとは落とすだけです。それではやってみます。引き上げてみます。スマホの中には加速度センサーが入っているんですけども、このグラフはその加速度センサーの測定結果です。縦軸は加速度で、単位はメートル毎秒毎秒。横軸は時刻で、単位は秒です。この辺りは落下前なんですけども、まず落下前から見ていくと、落下前の加速度の値は、だいたい10です。重力加速度 9.8 ですよね。9.8 メートル毎秒毎秒ですけども、その値になっています。落下前は、スマホは静止しているんだから、加速度0じゃないのかと思われる人が多いと思いますので、ここでちょっと補足説明します。透過原理。っていうものがあるんですけども、これは何かというと、この図を見ると分かりやすいんですが、左から説明すると、地球上にはかりと重りがあって、この重りの質量 200g だとすると、このはかりは 200g っていう値を表示しますよね。一方こちらは無重力で、1G 9.8 メートル毎秒毎秒で加速中のロケットです。そのロケットの中に同じはかりと重りがあったとすると、このはかりもやはり 200g という値を表示します。この2つの状況は実は区別つかないんです。この重りには重力が作用しているのか、もしくはこの部屋全体が加速しているのか、原理的に区別つかないんです。それを透過原理と言います。この透過原理をこの実験に置き換えて考えると、スマホの中の加速度センサーは、スマホが加速度運動しているのか、重力が作用しているのか、原理的に区別できません。ですので、もし加速度運動しているとしたら、その加速度は 9.8 メートル毎秒毎秒だということです。この値はそういう意味なんです。難しいことは置いといて、この縦軸の値はスマホが感じている重力だと思うと良いかと思います。ですので、落下前は重力加速度が10の重力が作用していると、そんな風に考えると良いと思います。ここから自由落下を始めるわけですけども、値ほぼ0になりますよね。スマホが感じている重力が0になる。つまり無重力です。自由落下を始めると無重力になっているというのをこのグラフは表しています。ここからだんだんと重力を感じていっていきますけども、それはなぜかというと、この日は結構風が強くて、
スマホにくくりつけられていた糸が風で流されたりしていたんですけども、その糸を手繰り寄せたり、スマホや糸の空気抵抗なんかもあって、だんだん自由落下ではなくなっていき、スマホの中の加速度センサーもだんだんとこう重力を感じていっているというわけです。このように振動しているのは何かというと、ゴムがついていましたけども、あのゴムが伸びたり縮んだりすることによって、スマホを周期的に引っ張ったりするわけですけども、その糸やゴムの振動のためだと思ってください。このあたりで、落下しきって、また大雑把には重力の値が元に戻っています。このグラフを見ると、重落下を始めた直後の、0.5 秒とかは確かに無重力になっているっていうのがわかるかと思います。最後におまけの映像として、落下するスマホのカメラの映像をお見せします。